こんにちは、のもちゃんです。まず軽く自己紹介させていただきます。大阪の北堀江で美容師してます、のもちゃんです。よろしくお願いします。今日は目代わりこの間あったんですけど、それで買ったものを紹介しようと思います。皆さん何買いましたか？目代わり初めて使ったんですけど、今回はキルキルのパーフェクトタートチェリーコース、こちらです。さくらんぼの味がするんですけど、結構いけます。飲みやすいです。で、ティルティルのカッサ、これカッサ使ったことなかったんですけど、これめちゃめちゃ使いやすいです。結構いろんなパーツ、顔のところにフィットしてくれて結構いいです。で、これが脱毛器です。サーリシー IPL 光脱毛器です。これはまだ使ってないんですけど、後で今から使っていきたいと思います。最初コースからお伝えしていこうと思います。このティルティルのパーフェクトタートチェリーコースは、タンパク質と炭水化物、脂肪に作用されて作用してくれて、分解、吸収、排出を酵素が全て酵素の中に含んでる、そういう成分が。で、私はなんかお水で飲んだ方がいいっていうのを聞いてたんですけど、ヨーグルトとかサラダとかにかけてあげてもいいみたいです。私はヨーグルトに混ぜて食べてます。飲んでる、こういう感じです。で、てるてるの公式のインスタグラムや Q10 の、ホームページを見ると分かりやすいんですけど、麺や食パンに使った実験で酵素を入れてるのがあるんですけど、入れてるのと入れてないのとじゃあ全然分解されるスピードが全然違います。なので、こんな人とかにおすすめかもしれないです。ここに写真を載せておくので見てください。消化悪い人やったりとか、お腹が苦しいっていう人、よく飲みに行ったりとか、今この時期ちょっとあれですけど、飲みに行ったりとか、あとお腹いっぱい食べた時とかって結構胃もたりすごいじゃないですか。そういう時とかめちゃくちゃ便利です。で、腹部に重みがあったりとか、ガスがよくたまる人とかはおすすめです。あと小麦粉やったりとか、インスタント食品、私結構よく食べるんですけど、お肉をよく食べる方とか、あと循環がよくできてない人とかがいいらしいです。朝体が重たい時とか、夜ぐっすり寝たい時とかにこれを飲んで、チェリーコースを飲んであげると、結構楽です。めちゃめちゃ楽。でも、ダイエットっていうよりかは、なんかダイエットとか、なんか酵素を飲んでるからって言って、こういっぱい食べちゃうと、あんまり良くない。食べ過ぎちゃう傾向が私はあるので、ちょっとそれは注意かなと思います。これ30分くらい入ってて、結構入ってるんです。で、私が、顔のマッサージとか足のマッサージって手でやってたんですけど、このカッサを買って、こんな感じです。
で、表示が全部韓国の表示になってます。なので、ここに載せておきます、また。凝りやすいので使ったりとかしてます。これめちゃめちゃいいです。で、最後がサーリシの IPL 光脱毛器です。これですね。これはほとんど全身にも使えますし、顔にも使えるし、 VIO にも使えます。で、サーリシ株式会社は脱毛器やったりとか、ウォーターピーリングだったりとか、毛穴の吸引器など自宅で手軽に使えるセルフケア用品を展開している会社になってます。なので自宅でそういう毛穴のケアだったりとか、ウォーターピーリングとかが欲しい人とかはおすすめかなと思います。で、IPL パルス光を当てることで毛穴の毛根のメラニン色素にダメージを与えて、こう肌の影響を肌のへの影響を抑えながらケアをする仕組みになってる脱毛器になってるみたいです。照射レベルが9段階です。スキンケアモードだったりとか美肌モードで用意されていて、結構万能かなと思います。脱毛器1個でスキンケアモードとか美肌モードとかあるのは、こう女の子にとっていいかなと思います。でも男性も使えるみたいで、で、なんかちょっと開けていきましょうか。はい、開けていきます。これが9点で買って一番届くの早かったかもしれない。
たりとかするとすぐに使えるからいいですよね。そういうのもそうです。で、本体です。かわいいよ。このイエローが好きです。しかも軽いし、色もかわいい。ただ表示がちょっと分かりにくい。はい、説明書を読むと、使用サイクルは1ヶ月目は3日から5日に1回で、2ヶ月目1週間に1回、ムダ毛がより目立たなくなり、お肌がツルツルになってスベスベになっていきます。で、3ヶ月目2週間に1回、定期的に照射することでお肌を整えることができます。で、お肌の黒ずみを残さずスベスベになります。で、4ヶ月目月に1回でいいみたいです。お肌はスベスベになって以降照射を続けることでお肌の整った状態を維持できるみたいです。なので4ヶ月目ぐらいがめちゃめちゃ良さそうですね。で、サングラスをつけるみたいです。サングラスをつけて感じるので、見合ったら困るかなと思います。年末とか